さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日なんですけれども、今日はですね、久々にちょっとジュエリーのお話をしたいなと思っております。年末も近づいてですね、結構こうイベントごととか、外食する機会とかもね、多くなってきてると思うので、ジュエリーのね、企画やってくださいなっていう、リクエストももらっていてですね、すごい40、50代ってやっぱりジュエリーってすごい重要なんですよっていうことはね、よく訴えてると思うんだけれども、ジュエリー毎日使い結構苦手っていう方でも、つけやすくって、で、お値段もね、結構買いやすい価格の、素敵な大人ジュエリーをちょっと見つけたので、今日はね、皆さんにぜひちょっと知っていただきたいなと思いつつ、たくさんちょっとプレスルームからですね、借りてきました。つけこなしとか、ジュエリーのこう、レイヤード、重ね付けですね、などもね、ちょっといろいろとお話しできればなと思っておりますので、ぜひ最後まで見てもらえたらなと思っております。では早速なんですけれども、今日ね、ご紹介したいブランドは、こちらの、ル・ボンボンっていう、華奢なジュエリーブランドになります。見えるかしら？もしかしたらね、セレクトショップとかでもうすでにね、知ってる方いるかもしれないんだけれども、ユナイテッドアローズとか、あとビームスとかで結構人気なんですよ。なぜ人気かというと、とにかくね、つけやすいっていうのと、そう、お値段がね、結構お手頃なんですよ。ほんと毎日つけられるようなジュエリーなので、ぜひね、ジュエリー苦手っていう方はね、特に今回ご紹介するルボンボンはつけやすいジュエラーさんなので、一番おすすめしたいコレクションがですね、このビクトリアコレクションっていう、これちょっと見えないと思うので、ちょっと別撮りしてるので、そちらを参考にしてもらいたいんだけど、すごい人気なのでセレクトショップとかに結構並ぶとね、値段も買いやすくって、結構すぐ完売しちゃうらしくって、で、今ね、長さをちょっといくつか借りてきたんだけど、一番長いのでね、91.5 から一番短いので、チョーカータイプがね、最近出たらしくて、36.3 っていうね、一番短いのができたんですけど、とりあえずですね、いろいろとつけてみたいなと思っております。一番ベーシックな感じで、40センチのネックレスをね、ちょっとつけてみたいと思いますね。こんな感じ。どうですかね。ちょっとこれも別撮りしてるんだけど、なんかいわゆるこういう平たいこの面があるっていうんですかね、なので光を結構吸収しやすくって、こうキラキラ感がこんなに細いのにあるっていうのがポイントで、なのですごいつけてる感覚があんまりないんだけれども、すごくこう存在感があるジュエリーって感じで、なので、ね、すごいいいんですよ、これ。ちょっと女性らしい感じすごいしませんか？一本つけるだけでも。そう、それでね、なんかここのジュエリーさんって、すごい買いやすい価格なんで、10金が多いんですね。10金って結構丈夫なんですよ。私もね、前こういう感じのやつを、持っていてですね、それがね、22金かな？だったんですね。結構すぐに切れちゃって、で、ちょっと修理にも出しておらず、今眠ってる感じなんですけれども、10金の方がやっぱり丈夫なんですって。もしも切れちゃった場合でも、きちんとね、メンテナンスもしてくれるんですって。ね、すごいとても親切で、なので、その辺はね、メンテナンス出せば、ちゃんと元通りに戻ってくるらしいので、すごい安心かなって。で、もうちょっと1個で寂しいなっていう方は、例えばこう50センチ。結構、あれじゃない？華やぎません？これ。2本つけると。ね。本当冬服って結構暗めに、ね、なりがちなので、なので結構こういった本当に、ゴールド系のね、華奢なやつとかあると、かなりこう、華やぐんじゃないでしょうか。本当使えると思います。で、あとは、こういったちょっと、ピアスとかもあったりするので、はい。これダイヤがこう、半分ぐらい入っていて、普通のフープなので結構使いやすいと思います。耳元も重要だよね、ほんと。さりげなくていいですよね。あとは、ちょっとすっごい華奢なね、リングとかもあるんですよ。これ今、ホワイトでダイヤが入ってるのと、あとゴールドの超細い。これ今ピント合ってんのって感じぐらい細いんですけど、私の手のシワの方が深いんじゃないかぐらい。見えるかな？この辺り結構
リングとかもね、結構おすすめかなって思います。足りげないので、はい、すごく日常使いできていいんじゃないかなと。そう、あとね、こういったのもあるの。ちょっとね、さっきとは違うんだけど、これもチェーンネックレスなんだけど、スクエア型になってるんですよ。だからちょっとね、このさっきご紹介したビクトリアよりは、シャープな感じ、モダンな感じになる感じかな。はい。で、これも、これ長さ50センチなんだけれども、ちょっとまあモード感が出て、これもこれでね、可愛いかなって感じなので、ちょっとこれもつけてみようかなと。さっきよりもちょっとカジュアルな感じのやつに着替えたんだけれども、ジュエリーはね、そのまま今、ビクトリアをつけております。これもね、全然可愛いんだけど、シャインロングの方ね、スクエアのチェーンの方、そっちに変えてみるとですね、はい、長いやつをですね、シャインロングネックレスにちょっと変更してみたんですけど、どう？なんかちょっとさっきよりもちょっとシャープ感が出たんじゃないかなと思ってます。ね、これもこれですごい人気みたいで、そうね、クールめのスタイルが好きな方、なんか使いやすいんじゃないかなと思ってます。こういったちょっと淡水パールなんだけど、淡水パールのネックレスだったりとか、天然石ね、天然石ネックレスも出てですね、ビクトリアさんとかと合わせると可愛いんですよ。で、なんかこういった重ね付けもちょっとカジュアル感が出て可愛いですよね。これにね、パールも全然可愛いと思うし。あら可愛い。あら可愛いこれ。どう？これ、ね、華奢だから結構なんかいろんな重ね付けができそうでしょ、これ。はい、もうどんどんなんか欲しくなっちゃう感じ。これもね、可愛いの。イヤーカフだって。どうでしょうか？冬物とかってさ、結構地味になりやすいじゃないですか。こういったジュエリーとかで、華やぎをね、こう出すっていうのは、おしゃれ感を増していいんじゃないかなと思ってます。次に紹介したいのが、私、これね、個人的にはすごい好きなやつで、ちょっとね、なんかヴィンテージ感のある、こう、サリーチェーンネックレスってやつがあって、私このタイプ結構好きなんですよね。はい、もともとヴィンテージ系もすごく好きなので、こういうのって、ちょっと一歩付け間違えるとなんか年齢層高めに見えちゃうので、私はこういうのはもうカジュアルなアイテムに合わせるようにしてます。こんな感じ、本当に存在感あるけれどもおしゃれ感もすごく出てくるので、おすすめはやっぱりこういったちょっとカジュアルなアイテムと合わせるのがいいのかなと思ってます。耳元はさっきと一緒のフープピアスと、あとパールの、イヤカフをして、あとはリングをしてます。あとそうそう、このね、ブレスレットも可愛いんですよ。で、今これ2つつけてるんだけれども、パールがね、先っぽっていうかパールがついてるのと、もう一個がね、こっちがね、ダイヤがついてるんですよ。ほら、手元とかもさ、なんかこう、ちょっとつけただけで、女性っぽいこう、仕草になったりとか、しませんか？私だけ？そう、次もね、ちょっと、これもね、すっごい可愛かったんですよ。で、ちょっとみんな、あれですよ、老眼の方は、はい、老眼鏡つけていただけますか？めっちゃ華奢なので。次はですね、こちらです。じゃじゃーん。はい、見える？ソフィーネックレスっていうね、ネックレスで、もう糸みたいに細いんですよ。これもちょっとつけてみたいなと思うので、でもこれね、人気なのわかる。毎日、もうずっとつけっぱなしとかでも、いいぐらいこう存在感ないわけじゃなくて、キラッとやっぱ光る感じが私も欲しいんですけど、長さがね 40.5 だからやっぱ一番つけやすいね長さになってるかなって感じで、これをつけるときはね、私ちょっとこういった感じにしてみました。ソフィーネックレスのこれはホワイトの方つけてます。見えてる？これ今ね、このビクトリアの 36.3cm の一番短いチョーカーと合わせてるんだけれども、こういったね、なんかメンズっぽいようなアイテム、今ちょっとこういった古着のミリタリー系のシャツを着てるんだけれども、なんかこれまあ、シャツだからさっきみたいに 40cm よりは多分チョーカーっぽい方が、はい、バランスよくいけるかなっていうのと、あとはこういったちょっと本当に線の細いコートを重ねるとより女性らしさが出てですね、はい、いいんじゃないかなと思っております。で、手元もね、そう、同じビクトリアでこういったブレスレットもあるんですよ。これもすごく可愛いの。なんかね、半分ホワイトで半分イエローゴールドなの。これも、イエローゴールドとホワイトにしてるんだけど、ここもね、ちょっとイエローゴールドとホワイトのブレスレット、華奢なブレスレットと、さっきの細いバングルをつけております。で、手元はずっと一緒のリングとフープのピアスにしております。
はい、なのでもうほんとちょっとこういった感じ の ハードっていうかメンズライクなものとか、まあ、デニムシャツとかね、もうこういうのすごい合うと思うので、はい、ぜひやってみてください。はい、次はですね、このビクトリアのですね、はい、65センチ。まあまあ長めのやつをね、使ってみたいなと思います。結構この長いのってね、難しいんですよね。はい、ビクトリアの、65センチつけてみました。ちょっとタートルで合わせてみたんですけれども、まあ、タートルとかね、多分こうやって65センチすごく相性がいいと思うんだけれども、まあ結構ね、落ち着いて見えやすい感じなので、まあ、例えばなんだけれども、まあ、デニム的なこうカジュアルめなアイテムを合わせたりとか、あとちょっとスポーティーなね、こうブルゾンを合わせたりとか、なんかそういう感じで、はい、つけるといいのかなって思ってます。はい。で、なんかこれになんかね、ジャケットに、すごい綺麗めなパンツとかさ、なんかそういうんだと、ちょっと、年齢層よりも高めに見えやすいので、まあ、こういった感じで、ちょっとカジュアルめなアイテムと合わせるといいかなと思います。で、今ね、これフープをつけてるんだけど、そう、ビクトリアさんのね、このね、ピアスもね、すっごい可愛いんですよ。揺れるやつ？はい。なんかこういうので、これもね、すごい合うと思うので、なんとなくちょっと耳をね、これに変えると、ほら、可愛くない？華やかに見えて、ほんとね、大人の人おすすめかも。ね、この揺れるピアス可愛いよね。これもすごいなんか、はい、ほんとに外とか行くとね、結構太陽の光で、顔のこの辺、こう、キラキラと照らしてくれてですね、はい、ちょっとレフ板効果。まあブレスレットとかね、例えばなんかちょっとこうやってちょっとニットの上とかにねすると、それもこれで可愛いんですよ。最近ねこういう付け方を気に入り、こんな感じ。まあ結構タートルね、着る方は多いと思うので、まあこういった長めのやつもね持っとくとまあまあ使えると思います。多分40センチと50センチだとね、中途半端になっちゃうので、タートルとかはね、これぐらい長い方が、はい、バランス良くていいんじゃないかなと思います。そんなわけでですね、最後、このビクトリアの一番長いやつ、はい、91.5センチ。これもね、全然これでもありだと思うんだけど、綺麗めなコーディネートがいいんじゃないかなと思っていてですね。はい。一番長いやつつけてみました。ちょっと綺麗めにコーディネートしてみました。結構長いので、本当にエレガントに、はい、見えて、もう少し足したいわ、なんていう人は、これもね、可愛いの人気みたいで、はい、これね、シンパシーネックレスっていう、シンパシーっていう名前なんですね。例えばこういうのとかとね重ねると、ちょっともう少し華やぎが出てですね、はい、どうですか？ね、これもこれ結構存在感ありますよね。耳元は、はい、揺れるピアスと、あとここイヤカフをしてみました、はい、ロングのこういう華奢なやつって意外になんかありそうでないと思うので、カジュアルなアイテムから、まあ、こういった綺麗めな感じで、よりエレガントな感じにもしてくれるので、二重巻きにするとまたね、これ今二重にしてるんだけど、結構華やぐよね。まあ綺麗めなね、ちょっとレストランでお食事とか、なんかそういう時とかはクライライトだったりするじゃないですか。そうなるとすごいこれがね、かなり生きてくると思うので、まあ結構こうなんだ、こっから上でもすごい華やいで見えていいんじゃないかなと思っております。以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はね、ちょっと私のオスだって、私の推しジュエリーのルボンボンさんをね、ご紹介したんですけれども、はい、なんかちょっと欲しいもの見つかったんじゃないでしょうか。日常使いできるジュエリーなので、ジュエリーね苦手な方って思った方もね、ちょっと一度ね、本当一番細いこのネックレとかでも多分ね、あるとないで全然ちょっと違ってくると思いますので、はい、こういったものからねチャレンジしてもらえたらなと思っております、はい、一番推しはねやっぱりこのビクトリアがつけやすいと思うので、まあ、本当に自分のね、ちょっとしたご褒美だったりとか、あとはねギフト仕様とかでもねすごく喜ばれると思うので、もう邪魔しないジュエリーって感じで、はい、ちょっとジュエリーコーディネートをね楽しんでもらえたらなと思っております。詳細とかそういったものはね全部概要欄に
はい、リンクを貼っておくので、はい、ぜひ見てみてください。それでは、チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。あと通知設定と、あとコメントもね、ぜひお願いします。それではまた更新するので、若さチャンネル見に来てください。バイバーイ。